皆さんこんにちは。今日は11月19日、今12時5分です。昼ですね。今日はね、本当は少し午前中2時間くらいお仕事、大根抜きというか雑用ですね、行けば仕事があったんですけれど、今日はね、お休みということにさせていただきました。というのもね、ここのところずっと大根抜きが毎日入ってて、ジャックもね具合が悪かったりして、本当皆さんにねいろいろご心配いただきありがとうございました。今日のところはね、病院に連れてってやってね、薬を今のところ飲んでます。だから今のところね、元気ではないんですけれどね、昨日タラ買ってきたらね、タラも食べてくれましたね。で、私はね今日朝一で、役所に行ってきました。市役所にね、なんでかっていうとね、保険ですね、国民健康保険に加入してきました。というのもね、もうずっと歯が痛かったんですけど、もうさすがにねロキソニンも効かなくなって、それでね、この間ね、ヤフオクで2万円くらいのものが売れまして、それのお金がねおそらく今日入金になると思いますんで、あと来月になればね、今月の大根抜きのお金、3万円ほど今前借りしてますけれど、そのお金も入るので、もうさすがにねちょっとね、歯はね去年、そういう動画を上げたんですけど、救急車でね私去年運ばれまして、歯が痛くてなんでって、いちいち説明しないですけどね、その動画を見ていただければわかるかと思うんですけど、また同じことやったらバカって言われますからね。だからもうさすがにもう無理だろうと。かといって保険に入ったからってね、歯医者がタダになるわけじゃないんでね、歯医者で払うお金がなくてもね、いけませんから、今月は少し働いてますので、今予約してね、おそらく初診は来月だと思いますんで、それまでなんとかまたねロキソニン飲んで、我慢して、あと最悪の場合もうちょっと強い薬も持ってますんで、なんとかねやっと歯医者行けるかなっていうことで、今朝、健康保険にね加入してきました。かといって健康保険もねおそらく分割で払わないと、未加入期間も遡ってね払わなきゃいけないので、年収が少ないのでね、そんな昔みたいにバカみたいなね、200万いっぺんに200万かな、当時私は確かね100万払わないと国民健康保険に入れないって言われたんですね。年収が高かったので、今はそんなことはないと思うんですけど、ただそれも分割で払わなきゃいけないと思いますのでね、ただ今日役所に行って、要するに今収入の目処が立ったのでね、今国保に加入してきましたんで、歯医者も予約できます。で、久しぶりに金麦1本買ってきました。あとねジャックにお魚買ってきてやって、小銭がねまだいくらか残ってて、でもねレジでね100円足りなかったんですよ。そしたらうわどうしようかなと思って、ビール1本減らそうかなって、2本買ってきたんですよ。1本減らそうかなって思ってたら、あ、Tポイントがありますよって言われて、あ、よかったってね、みっともない話ですけどね。でね、今日言いたかったのは、要はね、今私は今月働いてますから前借りすればできるんですよ。3万円もねジャックの病院代で前借りしましたけど、だけどもうちょっと今月働いてますよ。10日くらい働いたんで3万円ってことはないと思うんですよね。だけどもしそれを前借りしてしまったらね、
またこの後できつくなりますから、まあ、ヤフオクでね2万円売り上げがありましたので、まあその範囲内でね、まあないならないなりに生活していけばいい。だから稼いだら稼いだなりに使えばいいんですよ。私は昔からあまり蓄えということを、ね、が得意じゃないみたいで、まあ、すごいね年収が1000万を超えてるなんていうのはもう私結構若い時から年収は1000万超えてましたんで、もう30代からね。ただまあ会社潰し借金抱えた額もね、まあ、何千万単位だし、だからまあ差し引きマイナスかゼロじゃないのか。まあでもね、あのこういう暮らし向きがここ数年続いてますけれど、でもないならねないなりの生活をすればいいんじゃないかなって思います。だから無理に前借りなんかしたらね、結局それは先取りしちゃってね、結局後で苦しくなりますから、あるならあるなりの生活をすればいいっていう、まあ、今日はねそんなことをお話ししてみたくなりました。まあ、相変わらず電話回線はね、光も止まってますし、携帯電話も止まってますので、でも別に電話が止まってても別に何も苦労しないですよ。もうあのコンビニのねフリー Wi-Fi で、まあ見ていただいてる、ご視聴いただいてる皆様にはね、ご不便もくるくるしたりね途切れたりしてご不便をおかけしますけれど、それは本当申し訳ありません。だけどね、まあそれでもなんとか YouTube もライブも続けていけますしね、まあこの動画が果たしていつ上がるかいつねアップできるかはちょっと分かんないですけれど、まあそういうね、ないならないなりに工夫していけばいいことでね。ただまあね、今回は皆さんのねご支援もあったり応援もいただいてね、ジャックもね結構危ない、まあ、今もね危ないかもしれませんけれども、今のところね薬飲んでるから元気です。で今日はね私休みいただきましたので、ジャックとねこうやって、まあ、今までちょっと役所行ってましたけど結構時間かかりましたよ。まあいろいろね、まあ税金も滞納してますので、税金もねちょっと待ってくださいということで、まあ、お話ししてきましたし、まあ今月から代行が始まったんで来月いくらかはお支払いしますという話もしてきましたんでね、まあないならないなりにちゃんとまあ目を背けないでね、でも本当はね督促が来てたんですけど封が開けられなかったですね、さっき役所で開けました、目の前で。ちょっとねまあ嘘じゃないってことは証明しなきゃいけないんでねまあそんな毎日が続いてますが、まあとにかく今日のところはねジャックも元気に、元気じゃないんだけどこうやってね、まあ、薬が効いてますから、まあ、私がねしてやれることは頑張ってね大根抜いて稼ぐしかないんですけれど、本当に皆さんもね応援いただきありがとうございます、まあ、スーパーチャットしていただいたりね、それ以外に、まあ、たくさんの方にご支援いただきまして本当にありがとうございます。まあ今日もそんなわけでハーマーは頑張ってますので皆さんも頑張りましょう。久々のね発泡酒でちょっち酔っ払ってるかな、まだ昼飯食ってないんでね、朝飯はトースト2枚食べましたね、ちょっとすきっぱらっちゃすきっぱらですけど、まあそんなわけで皆さんも良い一日をお過ごしください。さてこの動画はいつ上がるのでしょうか、アップできるのでしょうか。それでは皆さん、チャオ。ジャック、ジャック。